イングランド出身のロックシンガー。本名、ポール・アンドリューズ。ヘビメタルバンド、アイアン・メイデン2978年から1981年9月まで在籍していたボーカリスト。同バンドでは、鋼鉄の処女と、キラーズの2枚のアルバムに参加。パンクに影響された、吐き捨てるような歌唱法で、フロントマンとして、初期のバンドの個性を引き立てたものの、初半の事情から、 キラーズのアルバムツアーを最後にバンドを解雇された。脱退後も d アンのバトルゾーンキラーズといったバンドで活躍。しかし、アイアンメイデンに在籍していた頃のような知名度を得ることができず、また、ライブでは自身のバンドでの新曲よりもアイアンメイデン在籍時の楽曲を中心に披露している。2011年2月。 背中の神経損傷により働けなくなったと虚偽の申告をし、失業保険、住宅手当、地方税補助、所得補助金などを不正に受給していた容疑で逮捕され、9ヶ月の懲役を受けた。2013年のツアーをもって、膝の故障を理由に音楽界から引退することを表明したが、翌年の8月に引退宣言を撤回し、音楽活動を続けることを明言した。 2014年発表のジェイク・イーリーの新しいバンドで、ある、レッドドラゴン・カーテルのファーストアルバムにて、ゲストボーカルとして一曲参加している。ありがとうございます。